はい、こんにちは。カッティエシー龍神でーす。今回はですね、実は僕、先ほどですね、コロナのワクチンの、1回目接種してきたんですね。はい。こういうことで、ちょっとごめんなさいね。こんな、接種してきたんですね。はい。これですね。こっちの方、ありますかね。接種してきました。はい、5G が接続されましたね。はい。磁石になるかもしれません。よくあの反ワクチンの人がですね、 5G が接続されるとか、磁石人間みたいになるとか、なんかそんなこと言ってる方がいて、これ多分ネタだと思いますけどね。はい。冗談じゃないですかね、誰かのね。はい。中には真に受けてる人もいるかもしれませんけどね。これはないと思いますね。はい。マイクロチップが入ってるとかね。それも、多分ないと思います。はい。もうこの頃ね、もうコロナのワクチンには異物購入が、入ってて、沖縄でも入ってたみたいなんですね。はい。だからちょっと心配ではあったんですけど、僕じゃやっぱちょっと太ってるので、肥満体質っていうか、肥満の人はやっぱ重症化しやすいっていうのを聞いたことがあって、これ本当かどうかわかんないんですけど、なりやすいみたいで、はい。このコロナのワクチンで、感染、ワクチン接種しても、感染するみたいで、重症化を重症化をしにくくするみたいな感じみたいなんですね。はい。今医療が逼迫されてるじゃないですか。それでやっぱそうですね、入院する人がもう増えてってると思うので、一応念のため打ったっていうことなんですね。入院したくないとか、そういうのもありましてですね。はい。沖縄の病院でもひょっとしたらちょっと逼迫してるかもしれないので、一応念のため、ワクチン接種してきましたね。はい。ワクチン接種しても軽症で済んだらいいんですけどね。コロナに感染しても軽症で住んでほしいっていうのはあるんですけどね。重症化だけはなりたくないですね。もう重症化は本当もう相当きついみたいなので、中等症とかね。はい。最近女優の綾瀬はるかさんがね、綾瀬はるかさんは36歳ぐらいですかね。30代でもああいう入院するほどなので、僕も30歳なんですよね。だから肥満ですし、入院する可能性はあると思うんですよ。中等症か重症なる可能性もあるので、してきましたね。はい。中には、ワクチンは毒だとか言っている方もいますけど、打ちたい人だけ打てばいいと思いますけどね。はい。打ちたくなければ打たなくてもいいし、そんな感じですね。はい。絶対必ず打てとは僕は思わないんですけど、はい。本当この頃ね、芸能人でもワクチン打ちたくない人もいてですね、反ワクチンを訴えてた人が、亡くなった方もいてですね、本当反ワクチンの反対の言っていることっていうのは根拠がないんですよね。はい。ちゃんとした証拠とか、やっぱ低くて、ちょっと、僕もちょっと、信用はしてないですね、あんまりね。はい。本当にワクチンはね、もし、重症化とか、入院したくなければ、ワクチンは打った方がいいかもしれませんね。はい。てなわけで、今回の話は、1回目のワクチンを接種してきたっていうお話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。